徳島 YEG の秋内ラジオこの番組は若き起業家が所属する徳島を盛り上げるための団体徳島商工会議所青年部のメンバーが登場し自身の商いやメンバーとしての活動を紹介する「商い」のバラエティ番組です。 「集える仲間はそれぞれに」「地域を支える気概持つ」「願いを形に変えるため」「商工会議所青年部」「求めて我らは立ち上がる」 改めましてこんにちは徳島 YEG 秋内ラジオスタートしましたナビゲーターは和渕みちおです今日もよろしくお願いしますさあそれでは早速今日のゲストをご紹介したいと思います第72回の本日のゲストはサウンドスペースファンの鎌田るみさんでするみさんよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますもう何回目ですかね何回目だろう四 <laughs> <laughs> 回目ぐらい五 <laughs> 回ぐらい <laughs> <laughs> とにかくいつも合ってるような感じがしておりますが、はいはい、そして、えー、ルミさんも徳島 YEG では事業委員会の副委員長をされているんですよね、はいはい、そして今年も阿波踊り、徳島 YEG の連で踊られたんですよね、はい、お会いしましたね、お会いしましまたねちらっとあっという間でしたけど。はい いや素敵でしたよ。いやもうね、うん、こんな声ですけどもどうしたんですか掛け声かけすぎて <laughs> いや掛け声はね逆にあんまりかけなかったんですよ <laughs> なんか何個かあってえっと何て言ってけ掛 <laughs> け声がか掛け声がね <laughs>、うん、何個かあってどれ言うでいいんやらわからんかって <laughs> え徳島 YG の掛け声ですかそれがね、うん、女性会もあったりとか。 あ,あ、えっ、ー、と Y.E.G. 女性会証拠会議所、うんうん、あとなんかのひみこの仕事じゃないですか,かひみこってなんか四つぐらいあって、うん、どれを言おるんやらなんかみんなバラバラやったっけど <laughs> 全然わからなかったってとりあえず黙ってました <laughs> 珍しい黙ってるなんて <laughs> 何言ったらいいんと思って <laughs> 確かにねあそうだったんですねもうなんかみんなおのおの言てましたよおのの好きなやつを <laughs> 好きなようにやってましたみんなえー もう私ちらっとしかお会いしてないんですけど会長とルミさんだけだったんですよ、うん、お会いしたのがあときみ<れ>ちゃんきみち,ちゃんねきみちゃんとあとみさとさんも多分あの時おったんじゃないかなおらなかったんかな、えー、浴衣着てたか浴衣着てましたあ気づかなかったじゃあみさとさんと一緒におったのが誰がおったんかなちょっと私も覚えてないんですけど、うんうん、全然いなくて会長がお会いしたと思うんですけどあ ミサトさんだったんですねミサトさんとキミちゃんと会いましたね、うんうん、多分あの時そうそうキミちゃんとルミさんはお話ししたんですけどもうそれ以外の方は全然お会いできなくて私探してたんですけど、うん、っていうか私徳島 YG の例に入れてくれるのかと思ってた <laughs> 全然ほんまですよねそうですよてそしたら1日そっちに行くのにほんですよね、うん、全然声かかんなかったちょっともう来年は言っときます <laughs> 言っとってください、はい、あれ和渕さんはって <laughs> <laughs> もうほぼメンバーなのにねうそうですよもうみんなの頭の中からスコーンって抜けてたでしょ、うん、きっとどうなんだろう <laughs> え声かけていいんかなどうなんかなって思っとったかもしれないですねそうですかね、うん、どうでした踊ってみて えっっっとねねこ少なかたそうですね思ったより多いところは多いんですけど人がいないところは全然って感じでしたよね。南内町初めに踊ったんですけど真ん中だけがめちゃくちゃ密で入り口側と出口側がガラッガラだったんですよ。あれなななんんんでででですすかかねあれね多分なんですけど有名連私もそうなんですけど。 あの本部席近くでフォーメーションとかするんですよ。うん、ちょっと変わった。<ー>だからあそこが一番こう、うん、ちょっと変わった踊りが見られるので、うん、どうしても真ん中に集中するのかなっては思ったんですけど、うん、それにしても入り口が全然人いないって。百ゼロぐらいな感じでしたよね。そう <laughs> そうそうそう。ゼロ百ゼロみたいな。めっちゃびっくりした。<laughs> うん、何箇所踊ったんですか。えっと南内町と、うん、あと相馬浜公園の方で。相馬 うん、まあまあでも入り口ちょっと少なかったですね,、うん、ねいませんね入り口やっぱりまあでも三年ぶりの泡踊りということだったんですけど、うん、踊ってよかったですかよかったです楽しかったですね<ー>、うん、なんかこうね感慨深いものがありますよね、うん、そうあのね、うん、私驚いたのが両国は無料だったじゃないですか無料結構多かったんですよ、うん 踊りきって最後出口出たところですごい泣いてらっしゃった方がいてなんかわかるおじさんなんですけどおいおい泣いててもうもらい泣きしそうになりましたわかるね三3年ぶり私娘と一緒にドリンク運んだったんですけど銀座商店街のところでそれでこの声なんですけど4日間声出しすぎてそっちでねそっちでね 銀、えー、座商店街のところの,、うん、あの阿波踊りのなんかモ,ジモニュメントかなんか置いてるところの横で阿波踊りをしよったんですけどその阿波踊りをしよった<ー>もういっちゃん初めに見た太鼓の人が「ほ、うん、らやったるぞ」みたいなこう大きい声でね「うん、もう今から」みたいななんて言うんだろうな「やったるで」みたいなのを言よってそれ聞いてなんかねうるっときてしもて。 気合を入れてね、今からやるぞっていうその雰囲気に、でも確かにね、3年ぶりの阿波おどり、ょっとくるものがありましたね、まだちょっとね、皆さん、マスクをしたりですとか、マウスシールドしてとかっていう感じだったんで、来年こそはね、もうそれもなしでもう少しね、県外からもお客さん来てくれると、そんなにね、お客さんもめちゃくちゃ少なかったもんね、あれ、なんか発表してないでしょ。 お客さん毎年何十万人みたいな発表しようでしょ、うん、あう絶対ね10万人いってないと思うんですよ <laughs> もう一部だけこう<う>密なところだけをテレビで撮られとうけど、うん、その後ほんまにすっからかんやったけんね <laughs> その銀座商店街とかも歩き寄いとがめちゃくちゃまばらで <laughs> いや そうですよね、うん、まあ3年前に比べると確かに鳴り物とか持って歩くの大変だったんですけど今年は割と、うん、全然スースーで通れたでしょかき氷もすぐ買えたしそうなんですよね<ー>全然並んでなかったし、うん、であの川沿いで出店してる人で知り合いがおったんで何人かに聞いたんですけど、うん、もう終わったっったたてて言ってまし2日目ぐらいかな2日目でもう終わったって言ってました。 まあそうかう確かにね思ったほどはやっぱり賛否両論もありましたからね阿踊りを開催するっていうことにまあでも私も楽しかったなって思ったんですけどね、まあ、出展者の方はもうあれやろねちょっと微妙やろね思います思ってたよりは少なかったってもっとくる。う かなって思ってたのかもしれないですね。うんうん、ねそうかまあねあの泡踊りが終わると、うん、ちょっとまあ夏が終わったような感じですね。そうですね。ちょっと涼しいなったかな。なってないな。なってないですね。まだね。あれ昨日昨日は三十六度あったんですよ、うん。あれそうでしたっけ？うん昨日暑かったんですよ。昨日ちょっと私しんどったんで。<laughs> <laughs> じゃあお家うちでほんと <laughs> もう寝てましたほとんど、ね、だってちょっとねすっったんそうなんですよちょっと3時間睡眠で4日間行ったんでもうほんまやばかったですねああそれはやばかったですねはい そうかそうかまあそんなルミさんなんですけれどもまたいろいろ新たな動きがそうなんです出ているということでまあチラッとだけ徳島 YG のことをお伺いしたいなと思うんですけど入って何年目でしたっけ六年七年目かなもう重鎮って感じですけどまだ七年だったんですそうなんです全然もうまだまだペイペイであそうなんですねきっかけなんでしたっけえっとねえ 同級生が入らんか言うてあホの入ろうかみたいな感じであそうだったんですねでも入って良かったですよね泡踊りが楽しめるし県外の友達めちゃくちゃできて県外あちこち行くって全国大会とかブロック大会に行くんででもその例えばあの高知よく行くんですけど高知のメンバーとはよく飲むんですけど高知行く時にそのメンバーにいついつ行くけんって言ってってみんな集まって飲むみたいな あなんかルミさんだったらコーチの方にも負けなさそうですね、うん、そうなんですよ <laughs> <laughs> やっぱりつ潰れて、うん、だん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 こうなんかあの消えていって<か>最終の仲,間が <laughs> 仲間が消えていって最終残るのが <laughs>、まあ、あの私と私の友達一緒にいつも行く友達とうん、うん、あと向こうのメンバー2人ぐらいが残るみたいなうんうん、うん、すごいですね初め10人ぐらいで飲めたんやけどなみたいな。うんうんうん 店声は変わるごとに消えていくんですよ一人一人二人みたいなさすがですね <laughs> まあでもね、うん、あのちょっと今はお疲れ気味ということ声がね声がねそうなんですもうルミさんといえば美声の持ち主なんですけどいやまあどうすんの聞いた声 <laughs> の <laughs> 歌声<も>歌を歌い出したらでもね、はい、またガラリと変わるじゃないですかはいちょっと今無理ですけどね <laughs> <laughs> えでもあれなんですよねそう。 もうすぐそうなんですよライブがあるんですよ。ライブがルミ、はい、さんも登場するライブがあるんですよ、ね。あります。はい。どんなライブですか？えっとね、うん、全国を歌って回ってる佐々木元明さんという方が、はい、男性がいらっしゃるんですけど、その人と一緒にあの20日20日にリッキーでさせてもらうんです。うんうん、20日ってもう今週,でう今週末です。<laughs> 大丈夫ですか喉 <laughs> あ、そうなんですよね。1、2、3、はい、3日間で。 どうなるかします、うん。はい、今もちょっとのだーメ飲めながらしてます,すね。流角さん、はい、角さんあ、佐々木元明さん、うんうん、ちょっと私存じ上げないんですけれども、はい、すごい有名な方なんですよね。もう、ま、すごい有名なのかな。<laughs> <laughs> でもなんか魂にこう。うん 問いかけるような響くような歌を歌われるって、うん、さっきね教えていただきましたけど、うん、こう生で聴いたら特になんかすごいんですけど、うんうん、あの何、ー、て言うんだろうミュージカルを聴けるみたいなこう語りかけるっていうか<ー>なんか人の心に語りかけるような感じの歌い方をする方でる、うん、そもそもこの佐々木さんとはどういうふうに これがね私も前からちょっとライブとかもしよったんでそのつながりだったりとか知り合いのつながりとかで知り合った方がライブするっていうんでちょっと見に行っとったらライブって何曲がね何組かするじゃないですか。でその中の一人やってあめっちゃうまいと思ってなんか好きな感じだったんで次のんかのライブの時に行ってで Facebook で友達になって。 でほんのまた次の時も行ったのかなでなんかあの私のフェイスブックも見てくれたんかなでなんかで「一緒にしませんか?」って言われて向こうからそう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 で「します」みたいな「はいぜひとも」みたいな感じでじゃあ覚えてくれていたってことですよねはいありがたいライブ会場ではお話とかされてなかったんですかっっとととちょのかなああももわせててら もらってみたいなえじゃあでもそんなね心を打たれた方と一緒にライブできるってすごいそうなんですよめっちゃ楽しみなんですよ二十20日にリッキーというお店でまずは2人でそして金曜日も金曜日は佐々木元明さんがうちの店サウンドスペースファンに来てくれてライブをしてくれるんでそれも弾き語りで1人でされるんですけど何曲ぐらい歌ってくれるんですか 何曲か多分あのノリかあのーうん、なんかで <laughs> <laughs> えこれは普通の金曜日とかは、うん、一般の例えば私とかでも,もいや全然聞いてくださいあなんかお金ってどれぐらいで、うん、えっとね3000円でワンドリンク付きです、うん、なるほどでその後ドリンクはもうあの500円枚で私が。 入れるみたいな感じなんですけど。なるほど、なるほど、何人ぐらい入れるんですか。二十人ぐらいですかね。うん、じゃあ、予約とかしてなくても、ふらっと行っても大丈夫そうですかね。このご時世なんでいけると思います。入り口も開けとくんで、あの風通しもいいですし。もう扇風機でこう、いつも循環はさせるんですよ。はい、はい、はい、はい。あ、じゃ、大丈夫ですね。うん、佐々木元明さん。 福岡からら来れるとという出身が福岡なんですけど今なんかどこにおるやちょっと分からないですよフェイスブック見合っても全国今はどこそこ今は名古屋今は東京今はどこそこみたいな結構ね全国各地歌って回られてるんで実際どこにこの人住んどんだろうみたいな私もちょっと謎なんですけどじゃあ今回今週末は徳島に泊まってまずるみさんのお店で歌って土曜日は 2人で 2>、はい、リッキーというお店でライブをするということなんですけどもうんはい、歌う曲とかは決めてるんですか決ままってますへあそれはオリジナル曲じゃないんですようん、うん、カバーなんですけどうん、うん、ちょっとあのアレンジも入れての部分もあったりとかうんうんそもそも私があんまり店で歌わん歌なんで<ー>もう練習が必要で覚えるんがまずみたいな。<laughs> えそれってね、うん あのまあ、2人でライブするってなると2人でで一緒の曲を歌うわけでしょ、はいまあ、あの佐々木さんが弾いてくれてちょっと多分ちょろっとこう、うん、入れてくれてみたいな感じなんやけどあなるほど、はい、なんか打ち合わせとかそういう音合わせとかそういうのって当日するんですか、まあ、えっとね、うんまあ本まはね何回か練習するのが一番と思うんですけど19日にあのうちの店であしようかみたいなすごい感じで。 でもやっぱりそれってお互いにこう技術があってっていう2人だからこそできることですよね、うんうん、多分もうすごい合わせてもらわんかったらあかんと思います<ー>私ももうある程度このバンドしよったんで合わせることはできると思うんですけどルミさん自身はライブで歌うのはどれくらいぶりなんですか、うんうんうん えー、どれくらいぶりなんだろうけど去年の10月に知り合いのバーのマスターに誘われて「うん、なんかアキナイト」っていう秋、うん、キナちゃんの曲ばっかり歌うなんかライブがあったんですよ。<ー>でそれにはちょっと参加させてもらって、うん、ここでもミンスさん曲歌っ,た歌ったんですけど。 ドキドキですねじゃあはいもうまず喉をねそうなんですよ <laughs> それが気になるそこなんですよね <laughs> 佐々木さん知ってるんですか喉こんな状態ですっていや知らないですね <laughs> もしこのあの番組あの聞,聞いてくださいねって言って入れとんで、うん、それ聞きちゃったら <laughs> いけるって思うとうかもしれんけどね <laughs> 今頃 <laughs> こうやって聞いてると全然声出てるような気がしますけど、はい、いや,やっぱりちょっと高い音になったらね出にくいんですよ<ー>今これ低い句で喋ってるんでいけるんですけど,どうか,、うんうん、かすれちゃうわけですね、うん、そうなんですよね、うん、いやーでも楽しみ、はい、そのリッキーの方も3000円、うん、えっとねリッキーの方が何ぼだったのかな多分3000円か3500円ぐらいでうん、うん、同じようなワンドリンク制やったはずですはい。 はい、まず金曜日って何時からスタートですか?。金曜日はね。あの、るみさんのお店で。そうですよね。歌う時ですね。はい。はい。さっきのき、けどねどこやったかしら。なんかフェイスブックかなんかでチェックしてもらいましょうか。そうですね。それが一番ですね。るみさん。うちのお店のフェイスブックでも、ちょっとこう、あの、今日あたりには、また、もう一回出そうと思うんですけど。それプラス。 サウンドスペースファンで検索していただいたら、の方がいいかもしれないですね、フェイスブックの詳しく詳しく載ってるんで、出てきた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 、えっと、違うやつやな、じゃあ、見てもらいましょうかね、サウンドスペースファンを検索していただきましたら、そそうですねれ金額とスタートの時間が金曜日、土曜日と。大体7時ぐらいだったような気がするな。 まあじゃあ、六時半か七時かぐらいで。はい。お酒を飲みながらな。はい。素敵な、心に語りかけるような曲を。聞いて、いいですね。うん、はい。はい、もう全然ガラッと土曜日と金曜日は変わると思うんで。あ、雰囲気が。はい。それはまた楽しみですね。うんうん、連日行かれる方もいらっしゃるかも。はい そうですよね。うん、ぜひ聞いてもらいたいですね。はい、じゃあ、そんなね、佐々木元明さんの曲を今日は聞いていただきたいと思うんですけれども。佐々木元明さんで、今日はさよならうさぎという曲を選んでいただきましたが。この曲、一番最初に聞いた曲ですか。あ、そうですね。あの、どこだったかな。どこのバーカで、あの、されてましたね。うん。さよならうさぎ。今日、私たち、うさぎちゃんのポーズで。はい。しゃしりましたね。はておりますのでね。ちょっと切ない感じの。 あ、そうなんですか。はい。え、私、うさぎ大好きなんで。うんうんうん、寂しんぼなんですかね。<laughs> <laughs> そうですね。はい、ちょっぴり寂しくて、死んじゃいそうなんです。<laughs> <laughs> <laughs> じゃ、早速聴いていただきましょう。はい、佐々木元明で、さよならうさぎ。はい <music> 徳島 YEG は地域社会の健全な発展を図る商工会議所活動の一翼を担い先代へのあ時代への先導者としての責任を自覚し地域の経済的発展の支えとなり新しい文化的創造を持って豊かで住みよい郷土づくりに貢献します新規入会者募集中詳しくは徳島 YEG ホームページで漢字がね ちょっと老眼がね入ってきてって振り仮名振ってあったんですけどねえ振り仮名いやないですねそ一億だけですねあら本当だもう一ついりますねそれねあかんなちょっとぼやけてしまうとはいすいませんいやでもよかったですよかったですよ丁寧に読んだつもりないけど丁寧なんかあかんかったね丁寧でもはい るみさんはやっぱり丁寧タイプではない。そうなんですよね。こうパッションで意気読んで。パッションで、やっぱパッションで読めばよかったんじゃないんですか。全然違うこと言いますよ。パッションは肝心なんでこれに。全くも。っだめじゃないですか。パッション感じてくださいよ。いつも言ってるんでしょ徳島 y イーで。会合とかあれば。誰かが言ってます。最近なんかこう黙っとくみたいな感じやけ誰かが言って。聞いてるみたいな。 そうなんですねそうなんですうさぎさんになっちゃってるわけです、ね、そうなんです今ははい掛 <laughs> け声も聞いてるだけ掛け声はね、うん、何言うやらわからなかったんで <laughs> <laughs> やっとさあの後なんか <laughs> Y.E.G. 言うてみたり踊りは何女性かいいとか言って全部パラパラだったんですよね <laughs> みんなが <laughs> みんなパラパラ <laughs> もういいんですよ <laughs>、ね <laughs> もう多分聞き終わったのあのこっちゃいなみたいな感じだったと思いますよ。<laughs> どれみたいな。<ー>いやでもあの動画でねちらっと見させていただいたんですけど、うん、フェイスブックかインスタグラムかなすごい楽しそうで。はい、うん。もうやっぱりっ楽,しっ、ね、楽しんでる姿を見るのがいいですからね。うん、ほんまにそれは思います。はい、そ,そして、はい、なんと、うん、レミさんからまたまた。 ちょっとね新しい試みがあるということで、はい、そうなんです発表していただきましょうか、はい、な,なんとなんと9月から9月からこちら BFM さんで下ネタラジオします <laughs>、はい、下ネタラジオ <laughs> おめでとうございます <laughs> ありがとうございます <laughs> 下ネタラジオ <laughs> いやあの一応タイトルが男性にも聞いてほしい、うん、あの女性の性の相談室 なるほど。はい。男性にもそれは聞いてほしいわけですね。そうですね。今言うていいんかな。うん、ちょっとだけっいい何ちらってとだけ。まあこうなんていうかな。まあ女性ってこう演技をするじゃないですか。<laughs> ちょっとちょっと待ってください。<laughs> 大丈夫ですか？まだまだそんなにこう <laughs> <の>そっちの方。あそうですね。<laughs> そっち。 どういうポジかじゃなくて具体的なちょっとまあそういうねやっぱ男性にも聞いてほしいっていうのはそういうところがあるんですよねで,でもね女性もね演技がしたくてしたいわけじゃないんですよそれは男性がね悪いじゃないですか <laughs> それ引き出せん男性が悪いと思うんですよ私はそういう、うん、こうもっとこうした方が良くなるよっていう、うん、お互いのためにも、ね、そうですねだったりとかあとなんかね R エ マイナスの女の人って出産した時とかになんか中差線かったら次の子に響くって知ってました、うんうん？初めて知りました。なんですか？R H マイナスって？えっと血液型です。あ、へー。うん。 あるんですよそういうのがでそういういう、えー、婦人科の先生にも一緒に入ってもらってその婦人科の先生がこう、うん、私は一般的な話婦人科の先生がそういう,こう専門的な話で進めていく番組をなんとルミさんがナビゲーターでいろいろ聞き出してくれるということなので、はい、女性でで言いたいこと言うんですけど。<laughs> まあ詳しくはね、はい、番組を聞いていただきたいと思うんですけど、何時からですか？えーとね、金曜日の十一時夜の深夜枠です。深夜です。もう思う存分お話ししてください。はい、ありがとうございます。私もぜひ聞いて、はい、お勉強してください。勉強知らなかったといっぱいあるので、演技のことだか演技のこととかなんだかもう全然わかんない私。うん？じゃあ一言、リスナーの皆さんにお願いいたします。 <laughs> あのお勉強になる番組ですので <laughs>、はい、ぜひ皆さんあの特に男性の方ですね聞いていただけたらいいかなと思いますそして勉強してくださいちゃんとそうですね、はい、女性のあ そうだったのかっていうのを知れるかもしれませんね、うん、そうなんですよそれでお二人円満、うん、はい必ずなると思いますのではい、はい、9月からスタートしますぜひ皆さん聞いてください、はい、よろしくお願いしますはい今日は鎌田るみさんにお越しいただきましたるみ、はい、さん今日は本当にありがとうございましたありがとうございましたまた近々来るでしょはいはい <laughs> さ秋ないラジオの再放送は毎週木曜日23時から2本分をお楽しみいただけますまた徳島 YEG のホームページでは過去の放送も公開されておりますのでそちらもぜひお楽しみくださいそれでは次回またお会いしましょうナビゲーターは馬渕みちでしたさようならさようなら